真の女優。父親はスウェーデン及びデンマーク系。母親はノルウェー及びドイツ系。1950年代から60年代にかけてモデルとして活躍。テレビコマーシャルに出演していたところをアルフレッドヒッチコック監督に見出されて鳥に出演。ゴールデングローブ賞優望若手女優賞を受賞し、一躍スターとなる。翌年もヒッチコックのマーニーに出演。 ヒッチコックは、さらに彼女主演の映画制作を望んでいたが、彼女のキャリアをコントロールしようとする、ヒッチコックとティッピは相入れず、1967年に女優業を一時中断。その後は、動物のための施設を運営しながら、テレビ中心に活躍した。女優のメラニー・グリフィスは娘。同じく女優のダコタ・ジョンソンは孫。1982年、出演映画、 ロワーズの日本公開のため来日している。1964年に行われた第21回ゴールデングローブ賞においてトで有望若手女優賞を受賞している。ヒッチコック監督によるヘドレンへのセクハラを描いたドナルド・スポットの書籍スペルバウンド・バイ・ビューティーアルフレッド・ヒッチコックヒズ・リーディング・レディースが2012年にアメリカ・イギリス・南アフリカ合作のテレビ映画 ザ・アール・ヒッチ・コックに囚われた女として映像化されている。ヘドレンを演じたのはシエナ・ミラー。ありがとうございます。